はい、こんにちは。今日はですね、このバーバーミッキーに来て、ぜひ帰りに、寄ってほしいラーメン屋さんを紹介したいと思います。こちらですね。こちらが、バーバーミッキーの建設予定地です。ここからですね、まっすぐ進みます。このサイエンですね、サイエン焼肉屋さんを左に行きます。左に行ってくと、この高速ですよね、高速道路と、この JR の高架下がありますんで、これをくぐります。くぐります。その前にここ渡ってもらっていいです。渡って、右ですね、地に横断歩道を渡って右に曲がります。これがJR の神戸線ですね。 JR のこれ沿いに、ひたすらまっすぐです。ホテル阪神ですね。あそこはサウナが有名で、おっさんにはおすすめなサウナが最上階に入ってます。バーバーミキの後にラーメン食べて、ホテル阪神のサウナ、まあこれはおっさんの黄金パターンですよね。ぜひおすすめです。見えてきました、これです。インセンジェット、ここです。並びたいと思います。で、大盛りダブルです、そうです、1450円。誰も並んでないですけど、いつもは結構この声満員なんです。土日とかはやばいぐらい並ぶんで、まあ、一番いいのは平日の11時がおすすめです。今日は平日なんで、一番です。行きました。あ、うまい。結構並んでますもん。だいたいまあ昼時になったら結構並びますんで。鶏白湯ですね。カレー。で、辛さが1から5まであって、辛いのが苦手な人は1とか0とかできるんで、この濃厚さが後でちょっと結構苦しくなるんですけど、やめられない、濃厚さです。こってり好きな人はぜひ。だから麺もうまいんですよ、ストレート麺で。ぜひバーバーミキに行った後は、もしくは車や、人生ジェットで、ラーメンを食べてから来ていただきたいです。はい、また次回も違う、福島のおすすめの
おっさんが好きなラーメン屋を紹介したいと思います。ありがとうございました。